ロシア極東での天然ガス開発プロジェクトサハリン2についてロシアが設立した新たな運営会社に三井物産と三菱商事が参画する方針を決めたことが分かりました今月5日に設立したサハリン2の新たな運営会社についてロシア政府は三井物産と三菱商事に対し新会社の株式取得に応じるかどうか 1>, 1ヶ月以内に通知するよう求めていました三井物産と三菱商事は政府とも協議しながら検討を重ねた上で権益を維持するために新会社の株式を取得する方針を決めたということです両社は今月中にも通知することにしていますがロシア政府は通知を受け取った後3日以内に承認するかどうかを判断するということです